青青山山君自由民主党の青山茂春でございます本日も、党利党略のためでなく、国益のために質問いたします。<laughs> 3月15日のこの委員会におきまして、沖縄の経済的な自立を図るために、外国からの観光客に依存するよりも、 日本の自前の海洋資源の研究開発拠点をつくって、それによって沖縄経済も自立となることを願うという質問をいたしましたところ、西名大臣から非常に積極的な答弁をいただきまして、私も勇気づけられました。これは本音であります。その上で今日は、まず1問目は、そこの具体的なところをお尋ねしたいと思っておりまして、この研究開発というのは、 沖縄周辺のの海海域域だけでではなくててより広範囲の海域で行う必要があると考えています、えー、ただ、その上で2つ意味がありまして、1つは文字通り、日本の領海と排他的経済水域、えー、世界で広さ第6位を誇る、この全域についても、例えば新潟県の沖で、私も研究者の一人として、長年取り組んできましたけれども、 それについてもまだ統合的な研究開発センターは日本のどこにもありませんので、えー、海でつながっている日本として、それも含めて沖縄に拠点を置くことは、実は意義があると思いますで。それが1つ目ですが、2つ目としてはですね、えー、沖縄を、沖縄本島を中心にした海域にあえて絞るというやり方も同時にあってしかるべきだと思います。例えば 皆さんご存知の南鳥島、今、5000メートルの深さですけれども、純度の非常に高い陸上の中国産のものより、純度が20倍あるレアアースデーがすでに確認されていて、数年前までこれは取れ,取れないという話だったんですが、海中ロボット、AUV ・自立型の海中ロボットの発達によって、これは取れるという見通しが出てきました。これれ実は東京都なんですけれども まあこういうところも含めて、まあ、沖縄を中心と考えた海の研究開発センサーを沖縄に設置するということ、その両面が必要だと思います。で特に後者については、えー、例えば私自身も関わってきました新潟の海で言いますと、新潟と佐渡の間ですから、先ほどまあ代表質問でも申しましたけれども、 研究調査船から振り返ると、新潟の町の明かりが見えることもあるし、それから目を前に転ずれば佐渡の明かりが見えるというふうに、海域がいい意味で限られているんですけれども、南鳥島から例えば沖縄本島までは相当な距離と広さがあります。したがって、特に後者の方は、大体どの辺りが有望なのかと、本当はほぼ全域が有望と言ってもいいんですけれども、そうではなくて、すでに、 南鳥島を含めまして、さまざまな学者、研究者の取り組みで、ある程度、有望回帰が出てきています。その具体的な回帰名をできればお示し、示していただきたいと思いまして、政府参考人に答弁をお願いします資源エネルギー庁員長、佐資源燃料部長、はい。お答え申し上げます。 鉱物資源のほぼ全量を海外からの輸入に依存しております我が国にとって、委員ご指摘の排他的経済水域内に存在する海洋鉱物資源の利活用を進めるということは、資源安全保障の観点から重要でございます。ご質問の沖縄周辺の海洋鉱物資源ということで申し上げますと、沖縄の北西側海域にある沖縄トラフ。 のですね、水深500、いし2000メートルの場所に銅、鉛、亜鉛といったベースメタルを含む海底熱水鉱床これが8箇所以上発見されているところでございます。また、あの南鳥島周辺ということで申し上げますと、島の南東側海域にあります、拓洋第五海山と。 これ海底にありますが、あの山頂付近に、コバルトリッチクラストという鉱物のが付損しておりまして、さらにその周辺海域の水深5000ないし6000メートルの海底下には、レアアースデーなどの存在が確認されてございます。 まあ、あのこれ以上、ちょっと詳細なです、ね、場所の情報については、まあ、いろんな安全保障の観点もありますので、差し控えさせていただきたいと思いますけれども、まあ、あのこうした有望な海域が日本の近海には存在してございます、えもう一つの課題は、世界でも採掘事例がない、これ、深海に存在しているということもございますので、海底から連続的、安定的に鉱石を引き上げる技術についても、併せてその研究開発を進めることが必要でございます。 国としては国産海洋鉱物資源の開発利用の早期実現に努めてまいりたいというふうに考えてございます山茂春君今、さだみつ部長から、まあ、正直言いますとお、期待した答えが出て、とてもよかったと思っているんですけど、まず沖縄トラフのことが出ましたけど、えー、沖縄トラフ内のところは、まあ日本だって全、日本列島全体について言いますけれども、地震の巣にもなることがあります。 沖縄トラフがそうだと言っているわけではありませんが、地震が起きるリスクと、実は海底資源が豊かなメリットが共存しているのが日本の姿でありまして、えー、それもまあ子どもたちの今後の夢のためにもとっても大事なこと、困ったことと良いことが一緒にあるというのは、人生にとっても大事だと本当に考えております。でえー、今佐田光部長から 世界で初めてやるんだから大変だという趣旨のことがあったんですが、僕もその意識は共有しているわけですけど、ただ、それがどれほど日本の先端技術の進行を促すかっていう、その効果も非常に大きなものがあります。それに関連して2問目なんですけれども、これは西銘大臣にも本当に聞いていただきたいんですけど、沖縄の夢につながると思うんですよね、日本の先端技術のトップランナーに沖縄がなっていくと。 いうことでもありますしたがって、すでに沖縄で奮闘しておられる琉球大学や、あるいは沖縄科学技術大学院大学との連携、まずここが、例えば私が関わっている大学ですと、東京大学とか東京海洋大学とか新潟大学とか九州大学とか、たくさんありますけれども、まずは地元の沖縄の研究者との連携が大事だと思います。これにについいいいいて文部科学省にお尋ねたたしたいと思いますどのような連携があり得るかはい 文部科学省大臣官官房原審議官、はい、お答えいたします、えー、委員ご指摘のとおり、海洋国家である我が国におきましては、国民の豊かな生活を確保するために、海洋資源の開発は極めて重要でありまして、えー、取り組みを進めていく必要があると考えているところでございます。 先生ご指摘の点につきましては、例えば文部科学省所管の海洋研究開発機構、ジャムステックでございますけれども、ここがあの琉球大学、あるいは神戸大学と連携し、琉球海溝北部のメタンハイドレートを発見、採取したという実績を挙げてございます。ままたあの戦略的イノベーション創造プログラムにおきましては海底 深海の海底資源を調査・回収する技術の研究開発も行っているところでございまして、この中では石油・天然ガス・金属鉱物資源機構、ジョグメックでございますけれども、そこや、あるいは関連企業で構成する技術研究組合、東京大学など産学間の関係機関との連携を図っているところでございます。引き続き地元の研究機関をはじめといたしまして、ジョグメックあるいは大学と、 というところと、しっかり連携しながら、海洋資源の研究開発を進めてまいりたいと考えているところでございます委員長青山茂春君、はいえー、ちょっと今の答弁は、具体制にやや欠けていると思うんですけど、まだ家庭のことなんで、えー、具体的に踏み込めっというのは少し無理があるとは思うんですけれども、もう一度申し上げますが、やっぱりまず地元の研究者を大事にする姿勢で臨んでいただきたいと、私自身も務めますので願います。 でこれにも関連しまして、えー、いよいよ西銘大臣にまたご答弁願いたいんですけれども、この海洋資源の研究開発の拠点作るってことは、当然、港が必要なんですね。で、日本にはまだこの海の自前資源を取るってことが始まったばっかりですから、この拠点港っていうのが実は一つもないです。あの頑張ってくれてる公案ありますけれども、まず沖縄にこの日本初の、 海洋資源、自前資源の研究開発拠点になる港をつくっていただきたい、そうするとです、ね、やっぱり、えー、いわゆる那覇軍港があ米軍から返還される見込みとなっているということについて、さまざまに、えー、困難な問題もあることは重々承知しておりますけれども、この那覇軍港の返還を生かして、そこに、その港の一部に拠点がつくられれば、まず、 海洋資源を海から上げたときに保存がすぐできる、それから最初の分析もできればそこでえいたしたい、それから実はそれを見える形であると、観光客ですね、えー、世界からもそうですけど、資源がないはずの国に生まれ育ったんじゃないかと思っている日本人にとって、沖縄に行くと、自前の海洋資源が目の前で出てきて、 目の前で分析されるっていうのは間違いなく新しい観光資源にもなると思います西米大臣いかがでございましょうか西米内閣府特命担当大臣平成25年に発表された沖縄統合計画に基づき今後カデナ飛行場以南の中流軍用地1000ヘクタールの大規模な返還が予定されておりますえこのうち那覇港湾施設などの跡地利用は 沖縄全体の振興の観点からも重要なものと認識をしております。那覇港湾施設の跡地利用に関しては、平成28年度に那覇市において、那覇軍港跡地利用計画策定手順書を作成しております。現在このの手順書を踏まえ地元の那覇市や知見者等が主体となって 跡地利用計画の策定に向けた検討を行っているところと承知をしております内閣府としましては引き続き地元における検討を支援してまいりたいと考えております,す青山茂春君大臣ありがとうございますまあリゾートも含めて跡地利用に今いろんな工夫がなされていることもお聞きしておりますがその中の一つにぜひ加えていただきたいと願います 最後に、実はあと4分しかないんですけれども、えー、林外務大臣にお尋ねいたしたいと思います。それは北方領土の返還交渉のことであります、まあ。ロシアによるウクライナの暴挙がありまして、今のプーチン政権とはもう交渉ができないという事態に立ち至っております。しかし、まず島民の方々ですね、これ、メディアでは元島民と呼び、 政治家でも元島民と呼ばれる方いらっしゃいますが、私は民間の時代からそれに反対です。今も島民です。今、単に避難しておられるだけで。でしかも今、平均年齢が86.7歳になられました。島民の方々がですね、北方領土の。ということは、実に9歳とか10歳の頃から、このふるさとを奪われ、しかしそれを諦めずに取り戻そうとする運動が続いてこられたわけです。ほぼ全人生です。 それがプーチン大統領の暴挙によって、もう止まってしまうんだということだけは避けなければいけない、前に進めなきゃいけないと思いますので、今後のロシア内部の事情にもよりますけれども、一つの提案をいたしたいと思います、今後、ポストプーチンにも備えてどういう取り組みするかについては、さまざまな選択肢が当然あると思います。ここにいらっしゃる鈴木宗男代議士も、長年、ご自分の信念に基づいて取り組まれてきました。 で私が民間時代からずっと問題提起してますのは、外交交渉ですえ、戦争で奪われた領土っていうか、本当は戦争終わってから不法侵入、不法な侵略で、今回のウクライナと実は同じですけれども、侵略されて奪われた領土で、今も不法占領されているわけですけれども、これをまさか戦争したりせずに、平和交渉で取り返さなきゃいけない、といことは外交交渉ですから、外交はいろはのい足して2で割るということです。 外交で通りりはあり得ないですしたがって、日本政府においては、少なくとも占領期が終わったあとは、4島返還で揺らいでいないです、占領時代には揺らぎもありましたけれど、4島って言ってたら、4は返ってこないです、必ず2島ってことに当然なるわけです、でその上で、4島返還を実現するためにはです、ね、今あ、未解決う、えー、ということに定まって、 しまっているところがありますというのは、サンフランシスコ講和条約で、日本は間違いなく千島全島と南カラフトを放棄いたしました、その事実を覆そうというつもりは夢はありません。しかし、それと同時に、当時のソ連がサンフランシスコ講和条約に署名しなかったのもまた事実であって、グロムイコ外務大臣はそのまま帰ってしまいました。そののの状態が続いててるででまさしく未未解解決決すからもう一度未解決の問題を4と合わせて 会見するためにテーブルの上にのせて、それも二国間交渉もあるし、国際機関での議論もあると思います、そうすると最後にえ外交交渉の半分を取るということで、4島返還の可能性も出てくると思うんですが、時間なくて申し訳ないですけど、林上務大臣、いかがでございましょうか林外務大臣。北方領土は我が国が主権を有する島々であり、我が国固有の領土でございます。 この我が国の立場に変わりはなく、平和条約交渉の対象は4党の帰属の問題であるというのが、日本側の一貫した立場でございます。えー、北方領土問題については、領土問題を解決して平和条約を締結するとの方針の下で、日露間の諸文書、諸合意を踏まえて、これまで粘り強く交渉を進めてまいりました。し、まあ、しかしながら現下のウクライナ情勢を踏まえまえすと ロシアとの関係をこれまで通りにしていくことはもはやできないと考えております日本政府として領土問題を解決して平和条約を締結するとの対陸外交の基本方針これは普遍でございますが 今この時点で、平和条約交渉の展望について申し上げる状況にはないと考えております。また、千島列島及び南カラフトに関する委員のご指摘については受け止めたいと思いますが、サンフランシスコ平和条約に基づき、千島列島及び南カラフトに対するすべての権利、権限、及び請求権を放棄しており、日本としてその帰属先についての見解を述べる立場にはないと承知しております。君 えー、傍聴の方々に深くお礼を申し上げて終わりますありがとうございます